まずは高木亮選手から体重計に乗っていただきます。高木亮選手 66.0 クリアです。クリアしました。続きまして萩原恭平選手お願いします。萩原恭平選手 65.90 クリアです。クリアしました。それでは両者並んで写真撮影、前を向いてのファイティングポーズ、あるいはご自身のポーズをお願いします。ライジン屈指の好カード、またストライカー対決が組まれました。萩原恭平選手、高木亮選手です。その距離感の勝負に明日はなるでしょう。ハーフキックを得意としている萩原選手、そして一方は右のストレートを打ち抜く、その殺傷能力に定評があります高木選手です。ではフェイスオフです。いよいよ明日殴り合うことができます。両者笑った高木選手、フェイントをかける萩原選手、視線を交わした両者何かつぶやいています。ありがとうございました。これ以上は危険です。話しましょう。ありがとうございました。明日お待ちください。明日埼玉スーパーアリーナで決着をつけていただきます。ありがとうございました。変化ジムーロズールー選手 56.35 クリアです。クリアです。続きまして荒井選手お願いします。荒井城選手 56.95 クリアです。クリアしました。ではフェイスオフです。フェイスオフプリーズ。身長差があります。フライ級の一戦、大晦日大会以来の参戦になりました荒井長選手、そしてまた新たなファイターがフライ級戦線にやってきました、ズールー選手です。極真空手をベースにしているファイターです。ありがとうございました。 Thank you。 この両者の戦いは明日の第2試合に組まれました。